はい、おじいちゃん。おはようございます。おはようございます。今日は何の日ですか？今日は相撲の日です。今日は相撲。断髪式見たことある？生で。生ではない。生ではないでしょ、うん、それも今日見れるし、でその後お相撲さんこう試合するから、それ取り組みするからそれも見れる。ああ。そうそうそう。うん。うん、で、なんでスーツなの？なんでスーツを着てるの？なんで着てるのって、そこのよそ着だよ。ん？よそ着。よそ着？もっとラフな格好でも暑いんじゃない？大丈夫だよ。どうすんの暑くなったら、だって。暑くなったら脱ぎゃいいんだよ。簡単だな。うん、こんな晴れてる日にお相撲見れてよかったな、ほんとな。まだ見てねえけど、ご飯も、うん、おナンバー1だね。ほんとだ。すごいね。こんなとこにいるんだろ。どう？この会場の雰囲気は。いいよな。よかったよかった。静かだもんな、大体ね。うん。それかよ。いっぱい食べましたね、おじいちゃん。完全に食べた。食べた食べた。じゃあお茶飲んで。食わなくちゃいけない。ん？食わなくちゃいけない。食わなくちゃいけないことはないけど。最後は大関正代、熊本県出身時津風部屋。
最後の取り組みであります、うん、最後だよ最後、これで最後、これで最後、うん、みなみな、おじいちゃん、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お相撲はどうだった？面白かったな。面白かった、うん、何が一番良かった？何が良いんだか分かんない結局のところ、うん、見てて面白かった。面白かったね、良かったね。また元気になったら来ような。うん、来れるか分かんねえけど、ね、分かんねえけど、また来よう必ず、うん、オッケー、はい、タッチオッケー。じいちゃん、ん、東京タワーは333メートルだろ、うん、あれ何メートルあると思う？200メートル。200メートルじゃねえよ武蔵634メートルあんの。これでうん、こんなねあるんだっつうの。